皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日はポケットモンスターバイオレット、青の円盤編、やっていきましょう。おっと、サンダーラダイブ。へぇ。500メートル移動しよう。技マシンを作るのか。ゴーストタイプの時もう一匹捕まえんの。へぇ。これどっから上がっていけん。よいしょ、おい。ちょっと外出るか。お、ダークボール来た。やった。ああ、コイルな。ゴーストタイプのポケモン、どこにいるよ。信じる。信じていくスタイル。私は気持ち信じてる。あなたはどうなの？そうだな？ファイアローとバルジーナね。オッケーオッケー。で、よし。全然食らわねえ。やば。やばいよ、オーガポン。よし。ファイアローはやられていく。ただ、次やられたから、オーガポン。そんな気する。お、進化するな。じゃあ、毒毒かーい。じゃあ、毒毒かーいってだろう。おっと、何を持っていた？あー、ダメ残しか。なるほど。ちょっと回復薬使おう。どれかばし、がばし回復。で、熱風しよう、熱風。飛行タイプ使いか、こいつは。うっそ、守られたし。なんなん、なんなんって言うんだろう。キン、攻撃守られて、どでかましに当たらんのかーい。めんどくさいタイプのバルシーナだった。どうしよっかな。どっちみち食らわんしな、あいつ。いや、なら、一旦、効果あるやから、こうやって。熱風しておけばいいよ。うん。よし、ナイス。お、急所当たる。ナイス。バルジーナ倒れてく。だよね、来る思ったなんとなく。いや、急所かよ、向こうも。卑怯じゃね、それ。よし。地獄好き。何かと思っている。俺、思うかな。だな。そんな気がしたなんとなく。よいしょー。勝った勝った。進化した。ジュゴンに。強すぎて信じられない。
信じられないか。ハンはかわいい。ジュゴンに進化。アシカポケモン。寒さに勝つため体の中に熱エネルギーを蓄える。寒い海を蜂の巣で進むのだ。だいぶ早いな。絶対異例の。威力30やからな。ま、覚えさせとくか。それやか、俺は今、御三家を捕まえに行きたいと思っているところはある。どこにいんやろ。あ、ここちゃうわ。モグリューで帰っとこう。ならば。うん。今、出ていこうか。と思ったらもう。小さいから分かりにくいよな、ほんまこいつ。見えてなかった、ほんまマジで。やば。なんかここにもいるな。見えてんのか。よいしょー。ポーラーエリア、泳いでるや、セロプティも撮影しよう。撮影ね。オッケー、クリア。不意をつくね。まあ、ホミルはと捕まえている。行ったり来たり。なんだ、誰かいた。僕ね、コーストとポーラを行ったり来たりしてる。そっか、レイ。ハリーセンとジュゴンね。威嚇で下がるが、負けん綺麗で段階上がる。ラードボーンは関係ないから。よし。ジュゴンに、やって。で、シャドーボールを。いや、あかん、ハリーセンあかんかった。よいしょー。ジュゴン倒れていく。シャドーボールいまいちだった。いまいちでもそれぐらい効くのか。やば。うわ、やっぱ回避率上げられた。どうやろ、当たるかな。当たらぬー。はい、一律はやめろよーっていう話よな。もうちょいでレベルアップで進化するな。この温度差おっと、なんかあるぞ。むっちり。うん、ここにまた来れるよね。どこにいんやろ。御三家のポケモン。ああ、ポリゴンか。一瞬誰かの歌。ん？今、なんか、いたような。クマシュンか。いらんな。おう、誰？小さくて気づいてなかった。チラチーノいたら捕まえたいな。おい、なんだ？今度はユリランかい。びっくりしたわ、ほんま。
チラミ捕まえてなかった。マジで。捕まえたと思い込んでいた。思い込んでいたものの末路にならなくてよかった。よし。チラミゲットください。さて。お、バチュールも。進化したな。チンチラポケモン。綺麗好きな性格のポケモン。尻尾が大きくあるでいつも住みかの誇りを払っている。リアルに言ってほしいポケモン。ナンバーワン。いや、ほんまそれ。うん。バチュール進化デンチュラー来たー。電気雲ポケモン。敵に襲われると電気を帯びた光を、糸をたくさん吹き出して電気のバリアを作ります。粘りはネットね。嫌な音でいいかな。よし。おらんな。よし。おっと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 、危ない。ちょっと焦る、あ、ちょっと焦るじゃん。ちょっと見てみよう。あ、ディエグだな。今いいかな。お、なんかいた。ボーラスクエアまで案内してあげるか。うん、案内してくれると嬉しい。キャシーラ。グランブルとグランブル。ファンタジー。ファンタジー感。すごい満載。下げたところでな、ゴキグーンと上がるだけやから。俯瞰視点でやるしかねえ、こりゃ。うん。グランブルな。まあ、スターキョンボーでいいんじゃないかな。まあ、ハイパーボイスでいいんじゃない？いや、ハイパーボイスじゃない。熱風でいいんじゃないかな。よし、ナイス。よしです。いいんだね。チラチーノ。お。チラチーノとチラチーノかい。芸がねえな。芸が。まあ、ただ、オスとメスだから、多少は違うかなと思うけど。あんま大して差ないような気する。見た感じだと。こと細かなとこまで見たらあるのかもしれないんだけど、こう、ちょっと遠いところから見ると、あんま違いわからんよね。大抵。ニャオニクスみたいにわかりやすいやつもいるけどさ。中には。何かいないかな。クマシュンな。挑戦か？挑戦します。浮き翼に挑戦か？あの人の手を煩わせるまでもない。おぉ、そんなこと言うか。リーグ部のシモン、勝負仕掛けてきたね。ジュゴンと、サンドパン。うん。楽勝そう。
サンドパンにこれあって普通に熱風でいいよ。何？ただね、よう見たところでダウンボの熱風で行くのが常よ。うん、お、いいね。おー、やべ。おー、効果今一つで、おー、命中率下がるとやばい。ただ攻撃上がってもな。アイスボディ。ああ、今降ってるからな。うわ、ラプラス出してくんの。やばい、やばい、やばい。それはやばい。サコンボをラプラスにしとこう。で、ジュゴン。守られた！悲しみ。守られた悲しみ。ワンボールいけなかった。おら、やっと。ラプラスさらば。うん。ずっと残ってんな、ジュゴン。アイスボディで。ランターン出してくる。おお。あ、ランターンにしとっか。ハイパーボイス頼むよ。当たらなかった！マジでか！うわ、マジか！きっつ。濁流やめれ。濁流やめれ。マジで。またしてくんじゃねえ、守る。そんな気すらしてくる。ほんまに。頼む、当たっても！なんで当たらねえもん。なんか腹立ってくるわ、こいつ。まあ、ばっかさしてきやがって、ほんまに。また命中率上げる。言えないって、そういうの。ちょっときついわ。いろんな意味で。お、麻痺倒した！ナイス。ただやばいから使うけどね。うん。こいつら倒れたら元も子もないからさ。氷のエリアな。多少当たってる向こうにも。ジュゴにも当たっていた。何やっとんの？何やっとんのや。どうやろう。また命中下がる。なんか腹立ってくんな。いや、スタコンボをさっきの呪号にやった方がいい。まである。で、翌ワタールを、うん、そう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 。元を戻すわ。ぐーんと上がって。何やろか、ほんまに。命中率下げんじゃねえよって話。電磁波？一生電磁波打ってればうん、それちょっと思う。でも回復の薬を使っとこう。うん、信じてないわけではない。次の戦闘に備えてんねん。ナイス。いいね。これは、犬？いや、違う違う違う。
モグリオレベル上がってたよね、確か。進化するかな。来たー、進化来たー。モグリオの様子が、いいですね。ロリューズに進化した。シリューズな してもいいかもな。いや、おい。鋼で進化したと言えるわ。鉄板を貫く破壊力。トンネル工事で大活躍するのと。だから、工事してる人からしたらすごく欲しいポケモンだと。いやー、いらんかな、そのロリューズは。ロマンはあるけどな。ロマンはな。カキツバタは調子者に見えて、シンガトータは強い人だ。わ。どこにおんのよなあ。ご三家を。四天王チャレンジ、ようこそ、ボーラスエリ、ボーラスクエア、四天王カキツバタのチームへ。ブルーベリーグ挑戦者、ドラゴン TK さんですね。はい。50BP 必要。お、いいよ。はい。カキツバタ。あー、待て待て、そいつはいいんだよ。スマスさん、でも規則だから。そう、じゃあ、俺らが払うわ。それならいいだろう。いや、それは分かった。免除するよ。へへへ、悪いな。おうす、ドラゴン TK、未来のチャンピオン。それじゃあちょっくらゴードルでも行こうぜ。おう、行こうか。おりゃ、とく見やがれ、ボーラスクエアのバトルコート。まあ、とりわけ寒いだけで他のスクエアと変わんねえか。おいらドラゴン使いだけど、寒いの割と好きだぜ。おっと、そういや、兄弟、洗脳チャレンジに来たんだったな。うちのチャレンジはドーム限定勝負だ。ルールは単純。リーグ部の後輩3人に勝ちゃ、それでチャレンジはおしめよ。ただし、その名の通り戦わせるポケモンには条件がある。条件！その、一つ。チェラルイム道具で捕まえた野生のポケモンであること。お？二つ、自分で捕まえたポケモンであること。貯金満たしてねえポケモンが手持ちにいると認めねえからな。面倒かもしれねえけど、今までの貯金でホイホイ、勝ってもてもつまんねえもんな。もちろん相手も同じ条件で頑張ってるから勘弁してくれや。おぉ。それじゃあ兄弟、一緒にチャレンジやるか？挑戦する。おやつ出てこいや。挑戦するけど無理なんかな、なら。よろしくね、よろしくね、よろしくだよ。うん。どうも待って、ポケモン捕まえるもよし。それじゃあ、ごゆるりと、双方頑張ってくれ。なるほどね。四天王チャレンジね。炎ポケモン。いや、ドラゴンか、ここ。ドラゴン言うてたな。ドラゴン一人よろし、大丈夫かな？ボックスちょっと見て。一応これを最初にしといて。ポジションを並べ替えて、ここにしといて。これが最初やね。ちょっとレベル上げるか。67で、絶対0度。いや、いらんかな。66やから。68になって。間違えた。69にしてと。よし、これぐらいでいいんちゃう？うん。ちょっとここでレポート書いておきます。
茶色いポケモン大好き。僕と勝負するかい？茶色いポケモン。あっち、秋村ポケモン条件を満たしてないみたい。テラリウム道具で自分で捕まえたポケモンだけ連れてきてね。え？捕まえてきたやつやん。あ、ゴルフあかんのもしかして。そういうこと。つまりそういうことこれ。マジか。あ、マジかってなった。それマジかってなったわ。よし、じゃあこれで行こう。こいつで行こう。並べ替える。意外とグランブルいけそう。うん。はい。いけるよね。あちゃー、よろしくね。よーし！捕まえててよかった。グランブルとか特に。茶色いポケモン。茶色いポケモンとは。とはとは、岩と。あ、岩タイプ使い。もしや。ラムパルドとトリデブス、おい、やべえ。あ、やば。これちょっとやばって。自信したいけどできんしな。ラムパルドにやって、そしてじゃれついていくか。よし、まさかすぎた。ナイス。いや、ドラゴン使いとか聞いたからさ。それで、そういう感じでやればいいかなと思って、あかんかった。で、しょうがない、これはもう。うん。食らうけどしょうがないな、これ。よし！ナイス。生き残る。おのおの牙で、ゴリ押す。自信あかんな。君のポケモン宝石みたい。そっか、宝石みたいだったか。